紹介するノコギリは、こういう、伝統的な、ノコギリですね。こういうふうに、刃は固定されて、刃はまっすぐで、まあ、日本のノコギリはみんなそうだけど、こう引っ張って切るタイプなんですよね。で、柄の部分は木で、できてて、まあ、ちょっと曲がって、まあ、持ちやすい昔からある、形なんですよね。でこれはまあ基本的に、ほとんど毎日、まあ、仕事として、やってる人たちは、使うものだと思うんですよね。なぜかというと固定されてるから折りたたんでポケットに入れることもできないから、まあ、こういうベルトにつけっぱなしにして、簡単にこう出せるような、形になってるんですね。で、こう枝を切ってまたこの入れ物に戻して、これは当然このベルトにかけてるんですけど、ね、そうするとすごく効率が良くて、ハサミで切ってハサミ戻して全然見もしないでもう場所が分かるから、こうやって簡単に出して枝を切るっていう、例えばまあ形の上で高い位置で来てる時にいつも同じところにあれば、もうずっとしっかりその木を持ったまま出すことができるから、まあ危なくないんですよね。そういう時に折りたたんだやつをこうやって出して、こう開いてロックさせて切るっていうのは面倒くさい、ことがあるんですよね。だからよく、剪定する人はもしかしてもうベルトにつけっぱなしにして、こういうタイプ使った方が一番いいかもしれない。で、この2つの、2つのネジを緩めて外せば、替え刃も、付け替えることも、できるんですよね。